ストローマンは、議論において、相手の主張を歪めて引用し、その歪められた主張に対して反論するという、誤った論法、あるいはその歪められた、架空の主張そのものを指す。ストローマン手法、藁人形論法、カカシ論法とも言う。語源は不明である。比喩的な用法は、要因に倒せそうな藁人形、ダミー、カカシなどを示唆する。アメリカでは、 ポリティカルコレクトネスの見地から、自義的に、バラの男を意味する、ストローマンを言い換えて、性別を問わない、バラの人を意味する、ストローパーソンを使用する場合がある。相手の意見の一部を誤解して見せたり、まさしく引用することなく歪める、または一部のみを取り上げて、古代に解釈すれば、その意見に反論することは、容易になる。この場合、第三者から見れば一見すると反論が、 妥当であるように思われるため、人々を説得する際に、有効なテクニックとして用いられることがある。これは、論法としては、論点のすり替えにあたり、無意識で行っていれば論証上の誤りとなるが、意図的に行っていればそれは奇弁である。しばしば、感情に訴える論証や、チェリーピッキングのような他の誤りと共に用いられる。相手の発言を、元の文脈を無視して引用し、 本来の意味とは異なる印象を与えるよう提示することをクオートマイニングと呼ぶがクオートマイニングに基づいて批判すればこれもストローマンの一種であるまた倫理的に問題のある行為を抑止する場面などで多く使われるわら人形論法の一種に滑りやすい坂論法がある A という行為に踏み出すと類似の行為が連鎖的に行われ最終的には 破滅的状況になるため、そもそも A を行うべきではない、という論法である。マスメディアにおいても、対抗意見を十分に取材せず、独自に解釈した反論を両論兵器などの形で、しばしば報道に取り入れている。要出点相手が示した意見を歪め、あるいは一部のみを取り出して解釈し、それを相手が発言したかのように言い返す。 さらに発言を引用する形で一見では、否定し難い持論を作り出し、自らの発言の正当性を補強する。相手の意見に同調する、不完全な用語意見を持ち出し、十分な主張、再反論がされたように見せかける。発言の中から一見関係ありそうな問題や考え方を取り出し、さも、相手側の意見はこれを象徴するものとして非難する。A、私は、 子供が道路で遊ぶのは危険だと思う。B、そうは思わない。なぜなら子供が屋外で遊ぶのは良いことだからだ。A 氏は子供を一日中下に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。道路としか言及していないことに対し、暗黙的に道路イコール屋外であると誘導し、さらに、 危険だと思うなら家に閉じ込めておけという限界の要素を過剰に拡大して解釈している。X、私は雨の日が嫌いだ。Y、もし雨が降らなかったら干ばつで農作物は、枯れ、ダムは枯渇し我々は見流しすることになるが、それでも X 氏は雨などなくなった方が良いというのであろうか。X の一詩人としての感情を必要性の問題として解釈し、さらに、 嫌いなら、亡くなった方が良いという限界の要素を過剰に拡大して解釈している。ありがとうございます。